この君。クソ、どこ行った。おい、あっちだ。おい、誰だ。伊達さん。事件あるところに桐生一馬の存在あり。お前さんに話がある。久々に一杯引っ掛けねえか。桐生、桐生。いらっしゃい。あら、伊達さん、今日はお友達もご一緒。ああ、ママ。伊達さん、ここは。ああ、昔お前がよく使っていたセレナだ。今新しいママに買い取られて様変わりしたけどな。伊達さん、いつものやつでいい？うん、あとで若造も来る。ヤツの分も頼むわ。はい。ずいぶん若いママだな。ああ、でも度胸と器量はそんじゃそこらのババアよりもすげえ。誰がババアですって。はい、聞かれてたか。まあまあ、ちょっとこいつに話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい、ごゆっくり。ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。ああ、しかし伊達さん、どうして俺があの場所にいると。和樹から聞いた。お前さんのことだから、また事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは。
もうブツって、そんな物騒な代物じゃないでしょう。はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより水。はいはい。お、よしよし、でかしたぞ。偉そうに言わないでください。デスクを雑用に使う新人がどこにいますか。もう人使い荒いんだから。それは、ああ、お前に見せておく必要があると思ってな。東条会の現幹部たちの写真だ。どうしてこれを。実は私、こういうものでして。伊達さんが新聞記者。ああ。キリュウ、お前が巻き込まれている事件、実は今俺が追っかけてる山とつながってる。山？東条会、そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発。こっから先は危険な旅だ。お前さんには敵をよーく知っといてもらう必要がある。少し時間をもらうぜ。この AV 男優みたいな男、こいつは通称浜の帝王、直系浜崎組組長の浜崎剛という男だ。横浜か。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャカに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男、結構裏が見えないやつでな。どういうわけか、島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャカと。ああ、だがこいつが不思議なのはそれだけじゃねえ。実はこいつの組、構成員が10人程度しかいねえ。なんだと。普通あのジャカ相手に横浜の島を奪い合うなら最低500、いや1000以上の兵隊を持っていないと渡り合えない。だがこいつの組はジャカと争うこともなく、やすやすと横浜一帯を手中に収めた。なぜそんなことが。まあおそらく裏で中国本国のマフィアとつながっていて、密輸の窓口や日本での資金運用なんかを引き受けてるんだろう。いいように利用されているだけなのかもしれないな。マフィアとのつながりか。まあ裏は取れないが、今回の一件、裏でリゾート絡みの利権が絡んでいるとしたら、一番絵を描いた可能性があるのはこの男だろう。中国のマフィアと連携してリゾートの利権を得ようとしたと。まあ火事なやらなんやら、さらに裏があるのかもしれん。